こんにちは、TM コアです。今日はですね、スーパーでこんなものを買ってまいりました。じゃん、これはですね、ちょっとまだわかんないと思うんですが、これはですね、こんなものです。ちょっと大丈夫かな、飛び出したりしないか。うわ、汁が、これ見ていただいて、モクズガニですね。これは川ガニとかですね、モクズガニ、それとか上海ガニっていうね、美味しいカニがありますが、それと同じ種類の、日本の在来のですね、カニになるんですが、こちらをですね、飼育するために買ってきたわけではないです。食べるために買ってきました。で、どんなカニかっていうと、すごいな、カニの匂いがすごい。大丈夫かな、結構これ挟まれたら多分痛いと思う。こんな感じのカニです。こんな感じ。これはね、これ今お腹が丸いですね。これメスです。ここにこうケバケバみたいなのがついてて、モクズがついてるみたいなんで、モクズガニっていうんですけど、比較的これちっちゃいですね。甲羅の大きさで6、7センチぐらいですかね。6センチぐらいだと思います。これを3匹買ってきました。これ1匹350円。飼育してもいいかなと思ったんですが、意外とですね、このモクズガニ食べると美味しいということなんで、これはですね、ちょっと食用として買ってまいりました。で、これ海と川にね、生息して、最終的には川にいる、淡水のところにいるカニなんで、結構泥を吐かせる意味でですね、2、3日から4、5日、きれいな水でね、泥を吐かした方がいいっていうことなんで、飼育も兼ねてですね、この水槽に入れてちょっと様子見ながら、飼育して、で、数日後、4、5日後にですね、ちょっと調理して食べてみたいなというふうに思います。これは身はほとんど食べるとこないんですよね。味噌が美味しいという話です。ちょっと私もこのモクズガニ、上海ガニは食べたことあるんですけど、モクズガニっていうのはちょっと食べたことないんで、どんな味になるのかちょっと楽しみなんですが、ちょっとこれをね、飼育してみたいと思います。はい、今水槽にですね、この3匹を移しました。こんな感じですね。これ30センチのキューブ水槽ですね、に、とりあえず、泥吐き用ということで、この水槽を用意してですね、でここに入れてあります。あとここにちょっとエアレーションしてですね、空気吸えるようにしてあげればいいかなと思うんですが、かっこいいですね。意外とかっこいいなと思うんですけど、この手のモフモフがすごくかっこいいなと思いますね。ただね、この色を見ちゃうと、なんかあんまり食欲湧かないですね、これね。これ茹でると赤くなると思うんですけど、今のこの生きた状態ですとね、あんまりこう食べて美味しいのかなっていう、なんかこうイメージがあんまりできないですけど、あんまり美味しそうな感じはしないですね。結構ね、甲殻類、こういうの飼育するの好きなんで、そん
まま飼育するっていうことは多分ないと思うんですけど、うわー、なんかお腹のところからいっぱい汚いものいっぱい出してますね。ここお腹から今パフパフやって、ほらすごい、これやっぱこうやって泥吐かせないと、やっぱ相当これ泥の中にいたりとか、まあ、一応きれいな水のところにしかこのカニは生息できないんで、そこそこきれいなカニ水のところにしかいないと思うんですけど、まあ、それでもやっぱり結構ね泥を、だいぶこう体に入れ込んでるんで、うわなんかすごいことになってますね。このお腹のところ結構なんか泥的なものがいっぱい出てきますね。もう綺麗な水がむちゃくちゃ汚くなりました。もうこんな汚くなりました。この腕のモフモフが可愛いな、これすごくなんかぬいぐるみみたい。まあこうやって結構この味噌がね美味しいっていう話です。あとはねこれをもうぐちゃぐちゃにこう殻ごと粉砕してその汁にするっていうのもなんか食べ方としてはあるみたいですけど、これ新潟産って書いてありました。1匹350円でした。これちゃんと蓋してしないと多分これ夜になったらですね絶対脱走しますんで、きちっと蓋をしてで 2,3 日ねちょっと置いてみたいと思います。お前なんでここかじってんだよ、かじってるっていうか挟んでんだよ、話せ話した。これね今買ってくるときに大きいの選んで買ってきたんですけど全部メスでした。この3匹とも全てメスです。まあオスとメスの見分け方はね、ふんどしのところの大きさがメスの方が丸くて大きくて、でオスはこう三角の細い感じなんですよね。なんでまあメスなんで内子って言ってこの甲羅の中に卵を持ってる可能性もありますね。まあこんな感じでちょっとね、2、3日様子見たいと思います。